今回は一所所得得とと雑所得の論点についいいてお話ししたいと思いますまずは一時所得について一時所得には懸賞や福引きの賞金品のほか競馬や競輪の払い戻し金それから生命保険の一時金や法人からの贈与などによる儲けが当てはまります。 所得の金額は収入から必要経費を引いて求めますが相応課税される譲渡所得と同じで収入から必要経費を引いてここからさらに最高50万円の特別控除額を引いた金額が所得の金額になります考え方は譲渡所得と同じで例えば普段確定申告をしない会社員がたまたま少額の臨時収入を得た時に 1から確定申告を勉強させるのは気の毒なので50万円ままでででの儲けああれば、多めにに見ててなかったこととしてあげましげょうといういい意味合いです。次に一時所得の課税方法を所得税の体系図で確認しますと一時所得は総合長期譲渡所得と同じように所得の2分の1が他の所得と合算されて総所得金額になっていることが分かります。 これは生命保険の満期保険金で考えると分かりやすいんですが例えば10年で保険の満期が来て100万円儲けたとすると厳密には今年に100万円儲けたのではなくて10 10年年間毎年10万円ずつけけているわけですただ毎年10万円の利益を認識するのは面倒ですし個人にとっては難しいですから 簡便的に課税するために、全額を今年の利益として。税率が高くなりすぎないように、その二分の一だけに税金をかける仕組みになっています。次は、一時所得の対象にならないものについて。個人が一時的なお金を受け取っても、一時所得にはならずに、非課税になる場合があります。例えば。 宝くじは集めたお金の半額が公益事業に使われますから公益性が高いものということで当選金は非課税になっているのだと思ってください何億円も当たって給料と一緒に累進課税されると働く意欲をなくしますからこの方が健全なのかもしれませんそれから扶養のためのお金に税金がかからないのは当たり前ですし損害賠償の意味合いがあるお金は 損失を補填するもので儲かっているわけではありませんから非課税ですまた社会保険からの給付や社会通年上相当と考えられる金額のお気持ちにも税金はかかりません少し間違えやすいのは相続や遺贈または個人からの贈与により取得するものが非課税になるという論点で相続税や贈与税との二重課税を避けるために これらにはは所得税はかかりませんただし法人からの贈与は贈与税の課税対象ではなくて一時所得として所得税が課されますこの理屈は相続事業承継の分野で贈与税の論点を学習するとわかりますから楽しみにしておいてください続いては雑所得について 雑所得はこれまで学習してきた9つの所得に該当しないものが当てはまります。代表的なものは年金で、年金といえば雑所得のキーワードだと思ってください。所得の金額は収入から必要経費を引いて求めますが、雑所得の場合、公的年金等の所得と公的年金等以外の所得を合わせたものが所得の金額となります。 これらはどちらも所得ですから収入引く必要経費という考え方がベースになっているのは共通ですが公的年金等以外の所得の計算では実際の経費を引くのに対して公的年金等の所得の計算では公的年金等控除額というみなし経費の金額を引きますこれは例を使って説明するとわかりやすいので例えば 900万円の保険料を払って毎年100万円を10年間にわたって受け取ることができる個人年金保険の年金を受け取った場合について考えてみたいと思いますまず今年得られた収入金額は100万円ですそしてこの100万円を得るためにいくらの経費がかかったのかと考えますと900万円を10で割って90万円だと考えることができます したがって、雑所得の金額は万万万円万円円引くイコール10万円となります念のためなぜ必要経費を90万円と考えたのかを確認しておきますと10年間にわたって毎年同じ金額を受け取るために900万円を払ったのなら1年分のお金を受け取るために払った金額は90万円だと考えられるからです。つまり 毎年受け取るお金が同じならトータルで払った金額要はトータルの経費をお金を受け取る期間で割れば1年あたりの経費を求めるこれを踏まえて老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて毎年200万円受け取っている場合について考えてみますと収入金額が200万円であることには異論はありません。 ただし必要経費についてはトータルで払った保険料は頑張って計算すれば求めることができるかもしれませんが公的年金は死ぬまで受け取るものですから人がいつ死ぬかわからない限り年金を受け取る期間は誰にもわかりませんなので1年あたりの必要経費を求めることができませんから公的年金等控除額というみなしの金額を経費とします。 公的年金等控除額は収入と公的年金等以外の所得に応じて機械的に計算されて65歳未満の人については画面にある通りで基本的に最低60万円が保障されているんですが公的年金等以外の所得が1000万円を超えると控除額が10万円または20万円少なくなりますまた 65歳以上の人については切り替わった画面にある通りで基本的に最低110万円が保証されているんですが公的年金等以外の所得が1000万円を超えると控除額が10万円または20万円少なくなりますこのように65歳未満の人と65歳以上の人とでは金額が異なりますから 早くから年金を受け取ると不利になります。これを踏まえて雑所得の計算について理解していただきたいので例として65歳以上の人が受け取った公的年金等の収入が350万円であった場合について考えてみたいと思います。このケースでは公的年金等控除額は350万円 ×25% す27.5万円イコール115万円ですから雑所得の金額は350万円 -115 万円イコール235万円となります次に雑所得の課税方法を所得税の体系図で確認しますと雑所得は他の所得と合算して総所得金額になっていますから 総合課課税税とととされてていいるることがわかります次は非課税となるものについて年金は基本的に雑所得となりますが遺族年金や障害年金のような弱い立場の人が受け取る年金に税金をかけるのは忍びないという政策上の配慮からこれらは非課税とされています。同様の理由で生活保護給付金にも税金はかかりません。 また、財形年金は、利子が非課税になる貯蓄です。年金という単語が入っていますが、雑所得ではありませんので、間違えないようにしてください。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。